宇部鉄道株式会社は、かつて存在した、日本の鉄道会社。現在の宇部線にあたる、鉄道路線などを建設した、宇部新川駅1914年撮影。現在の宇部高山ビル付近。明治期以降、山口県朝郡宇部村は、宇部炭鉱を中心とした高工業により、急速な、発展を遂げていた。しかし、1900年12月3日にサンタジゲ駅。 朝駅間を開通した山陽鉄道は、道村が山端地として知られる以前に計画されたこともあり、村内を通らず、また最寄りの小野田駅は、村の中心地として人口が集積し始めていた、道村新川地区から古東川を挟み道定約 10km 以上離れた地点にあった。1910年7月1日には、上村の要請で隣接する道具にあつ南村に、 宇部駅が開設されたものの、村内に鉄道駅が開設されたわけではなく、鉄道輸送網から取り残された状況は変わらなかった。このため、同年4月21日に交付されていた、軽便鉄道法に基づき、宇部高山の創業者である、渡辺助作を総大とし、村田桝太郎、林千介、コー総七、章、新太郎、新川元衛門、三住鉄夫、 名和田ただし、田原田軍太郎らく人の発起により、同年12月16日に、京弁鉄道不設免許を申請。翌1911年6月28日に、不設認可を受けた。これを受け、同年12月18日に、上京弁鉄道株式会社を設立。社長には、村田松太郎が就任し、本社は上村西新川に置かれた。なお当初は、 資本金を8万円とし、基間7 6 2ミリメートル、線路敷地は、借地、古島側の河橋は、木造橋とする計画であったが、古島側の川幅と水量に対して、木造橋では安全性が確保できないとして認可が降りなかったため、資本金を10万円とし、古島側の河橋に鉄桁を採用する計画に変更した。線路付設のための実測調査は、 1912年1月から大倉組に委託して行われた。調査の結果、上鉄道設立の趣旨でもある陸路からの石炭輸送を達成するためには、山陽本線との直通運転が必要であると判断し、同線と同じく機関線 67mm とすることが決まった。なお、後年開通した船木鉄道は、 期間 762mm を採用した結果、宇部駅での乗り換え、あるいは貨物の積み替えが必要となり、輸送期間としての利便性が劣ることとなった。後に、同鉄道は期間 1067mm への改め機工事を実施している。当時は山口県内での鉄道不設事例が少なかったため、長崎県の島原鉄道を視察に行くなど苦労もあったが、 沿線各村の協力もあって、用地買収、付設工事は順調に進み、1914年1月9日に、上新川駅、上駅間が開通し、途中駅として、藤山駅、岩花駅、海作駅の3駅が設置された。1921年12月20日に称号を、上鉄道株式会社に変更した。1923年8月1日、 上新川駅、床派駅間延伸に伴い、上新川駅を現在地に移転し、翌1924年8月17日には、床派駅、本ンアジス駅間が開通した。さらに、翌1925年9月1日、本ンアジス駅、小郡駅間が開通し、上駅、小郡駅間の路線が全通した。1941年12月1日、 宇部電気鉄道との合併に伴い解散し、新たに宇部鉄道株式会社として設立。1943年2月25日には、戦時買収に伴う実地投査が行われ、同年5月1日に宇部鉄道全線が国有化された。鉄道事業の国有化後も、会社自体は存続し、宇部電気鉄道により開始されたバス事業を継続していたが、 翌1944年12月28日に最後の株主総会を開催し会社解散を受け継ぎ、バス事業は宇部市に買収され、現在の宇部市交通局の前身となっている。1915年の開通以来、蒸気機関車による客家輸送を行っていたが、1929年11月に小郡駅西宇部駅間を 直流1 5 0 0トにより電化したことに伴い、旅客輸送用として電車を保有することとなった。一方、貨物列車は蒸気機関車牽引のままであった。また、1936年には輸送力増強用に機動車も導入している。1941年には、宇部電気鉄道との合併により、直流6 0 0ト用の電気機関車と電車を引き継いでいる。 両者の路線間には連絡線が付設されたが、電化方式の違いから電気車の直通は行われず、貨車のみが直通した。1943年の国有化時点で、蒸気機関車3両、電気機関車3両、電車16両、機動車2両、貨車 X 両が在籍していた。ありがとうございます。